健康情報の更新です。何を更新したかというと、ベッドのマットレスですよね。以前覚えてますかね、ちゃんと見てる人は分かると思うんですけど、マットレス新しいの買ったんですよね。買ったやつがこの快眠タイムズってやつのマットレス、これマットレスってしか書いてないからマットレスって言うんだけど、とりあえず画像出しますけど、快眠タイムズのマットレス買いました。これがね、クーポンの5000円引き使って4万5000円だったんですけど、シングルサイズでね、これ買いましたんで、レビューも兼ねて放送したいと思います。で、以前自分が使ってたのが、例えば自分ニトリのマット使ってて、ニトリってすごい数のバネが入ってるみたいな、その売り文句があって、確かマットだけで8万ぐらいしたかな、結構高いやつです。で、使ってたんだけど、それ確か硬くて、で硬いからってこと で、いろいろ調べたら、マットレスは柔らかい方がいいみたいな感じで、とりあえず試しに、それは安物なんだけど、それを使ってたんですよね。この画像出しますけど、今で6000ね、この折りたたみマットレスって、三つ折りってやつでね、これ買ったんですけど、これの方がまだいいなって思いました。だからニトリの高いやつ使ってみたら硬くて、で なおかつ、最初はいいかなって思ったんだけど、やっぱり硬くて、何でしょう、なんか腰が痛くなるじゃないけど、最初はいいと思ってたけど、なんかだんだん良くなくなってきたなって感じがしてたから、でそれでこの安物になって、まだこういうのがいいなって。これ柔らかいんですよね。ただ柔らかいからこそ良くないのが、やっぱりこのくの字に曲がっちゃう、いわゆる沈み込みが大きすぎて、ちょっとそれまた腰に負担っていうか、寝てる時の体勢があんまりよろしくないみたいなんで、これもこれで結局良くないんだなってことが分かってきて、じゃあもっとちゃんとしたもの買おうかなと思って、いろいろ探してたんですよね。ただもういっぱいあるんですよ、こういうのって。でなおかつ、ステマ、いわゆるこの物を売りたいやつらもいっぱいいるから、この業界って、何でもそうなんだけど、結局これ本当にいいものをいいとして言ってるやつらもいれば、中にはこれをいいものとして、いわゆる広告費稼ぐとか、アフィリエイトとかね、で YouTube のこのアクセス稼ぎとかで発信してるやつもいっぱいいますから、だから本当の情報って分かんないんですよね。でなおかつこの身長も体重も違うから、でなおかつなんていうの、その人の主観ってすごい曖昧なもんで、だから例えば身長と体重が同じぐらいだから、じゃあこの人の言うことは正しいんだってことも、分かんないんですよね。だから実際この自分が寝てみないと分かんないし、なおかついわゆる自分が調子いい時と悪い時で、やっぱこの体の感じ方って全然違うから、だからこそこの難しいなって思ってて、だけどね、なんでこれを選んだかっていうと、もちろんその条件って意味で、いわゆる5万円ぐらい、だから高い5万円ぐらいが自分の中で予算だったんですよね。ちょっとさすがに10万近いのはさすがに高すぎるから、どうしようかなって思ったんだけど、じゃあ5万ぐらいでいいもんないかなと思って探したのがこれなんですよね。でなおかつこれのいいところは返品が可能なんですよね。もちろん送料負担しないといけないんだけど、ただ送料も言うて多分1万円はいかないんじゃないかな、返品の時に、わかんないけどね。返品の時どうなのか知らないんだけど、ただ3ヶ月間使って、まだその3ヶ月も経ってないんだけど、3ヶ月経ってみて、その効果があんまり良くないとか、別に何ていうのこの必要性を感じなければ、無償で返品、その返品時の送料は持ってくれたら返品に応じますよっていう商品なんですよね。だから最悪この気に入らなかったら返品すればいいかなと思ってこれ買いました。で結論、いいかもしんないかなって思います。ただね、その本当に分かんないのが、結局他と比べてないから、いわゆる例えば他の商品とか、あといくつかあるんですよね。なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、一応あと2つ候補に上がってたんだけど、ただやっぱりもう、あくまで自分で試してないから何とも言えないんだけど、ネットで情報を収集する限り、なんかやっぱ賛否両論だから、どうなんだろうなってとか、ちょっと迷っちゃって、でその中でここに行き着いたんですよね。これも結局ほんの正しい情報とかでも分かんないんだけど、あくまでこの条件を見る感じ、これが一番値段考えたらコスパ的にいいんじゃないかなってことで選んだんですよね。でこれに関しては一応詳細があって、頭と、あるいはこの三つ折りのマットレスと、言うたら一緒なんですよね。三つ折りマットレスと一緒なんだけど、ただでかいってことで、分厚いから、分厚いって言ったら私ね、分厚いんですよ、かなりね。だからそのいわゆる柔らかいところ、硬いところの層っていうのがしっかりしてて、結構よくできたマットだと思うんだけど、で頭の方がちょっと硬いで、腰の方が硬いなんかで、足元が柔らかいみたいな、そういうちょっとこのなんか構造が違うんですよね。ただちょっとこれに文句言いたいのが、
あのどっちが頭かどっちがしか分かんないんですよね。だから確率2分の1で確率2分の1で正しいか間違ってるかちょっと分かんないところがあるんですよね。いわゆる頭だと頭の方に足元が来てるのかちゃんとこう正しい状態になってるのか分かんなくて、いわゆるこの三つ折りの申し訳ないんで、この快眠タイプに申し訳ないんだけど、本当に書いてあったら見落とししてる。ただ説明書に書いてないから、このいわゆる買ったとこ買ったやつになんかその書類みたいなのが一応ついてはいるんだよ。保証書みたいなのついてんだけど、これ5年保証だったっけ、ついてんだけど、あのどこが頭側かどこが足側かっていうのは確か書いてなくて、でなおかつこのマットの方にもこっちがなんか例えば矢印でこっちが頭側こっちがある足元っていう、それなんか目で見て分かるようなものがなかったから、えこれどこがどうなのかなって、で触ってみてなんとなくだけど硬いところを頭にしてます。だからこの左右のどっちかが足元が柔らかくて頭の方が硬いっては一応情報としてあるから、こうやってちょっと沈み込ませて見てみて、うん、多分こっちが頭側じゃないかなって思って、ちょっと半々っていうか、なんていうか、これ本当に自信はないんだけど多分こっちが頭側だろって使っております。でこれに関して例えば自分が身長約180センチね、身長約180センチで体重が60キロから65はいかないかな、まあ、62、3キロって言っておきましょうかぐらいの今痩せ型ですよね。だから痩せ型なんだけど、で寝る感じ結構いいんじゃないかなって思いました。いわゆるなんか包み込むほど、なんていうの、この沈み込むわけではないみたいな。だからこれすごい中途半端で、あの中途半端でそのいわゆるこのなんか包み込んだ方が心地がいいように感じるけど、それで柔らかすぎて沈んでるから、いわゆる体がくの字に折れ曲がりやすいとか、だけど例えば腰のところで硬いと、そのなんていうの、沈み込みが腰の方だけ落ち着くっていうか、沈み込まないからこそしっかりこのなんかこのなんか包まれてる感もありつつ、しっかりこの体をなんかキープするっていうか、変に折れ曲がらないようにこの沈み込みを防止するみたいな風になってんじゃないかなと思ってて、この快眠タイムズってね、なんかそこら辺のバランスがよくできてんじゃないかなと思います。だ例えばなんだっけ、雲のなんとかみたいなやつはその結構沈み込みすぎてなんか良くないみたいなのを見たりとか、ちょっとわかんない、だこれ実際使ってないからわかんないんですよね。この情報が例えばデブだったら沈み込むかもしれないからわかんないしさ、だからそういうのもあってよくわかんないんですよね。だから本当は自分が使って寝てみないとわかんないんだけど、とりあえずこの快眠タイムズのこのマットレスは結構ね、あのそんなに言うて沈み込まないんじゃないって気がします。いわゆるこの腰側が硬いからこそ、そのなんかちょっとふわってはするんだけど、ただそのふわってする感じはあの好み的にはもう少し欲しいんだけど、ただそのふわってする感じを増やしちゃったらおそらく沈み込みすぎて腰に負担かかるんじゃないかなって気がします。でこれ使ってどれぐらいかな、もう今1ヶ月以上経ってるんですよ、おそらくね、まあ、正確に1ヶ月ちょっと満たないかもしれないけど、ただ1ヶ月ぐらいはもう使ってるんじゃないかなって思った上でのレビューなんだけど、あのただやっぱり寝すぎたらちょっと腰痛いかなって気がします。あくまで自分はね、この痛みっていうのは正直自分ね、こうやって立ち仕事だったり座り仕事とか、あとこのバイクのエンジンとかこうやって床でこの何ていうの作業したりとか、やっぱりそういう意味ではあの体に何ていうの無理な姿勢の作業があったりするから、あの寝てるこのベッドが悪いんじゃなくて、まあ、マットレスが悪いんじゃなくてこの作業が悪い可能性もあるから、ちょっと正確ではないんだけど、なんかちょっと腰に来る気がするかなって、いわゆるこの確かにあの安物のこの以前まで使って6000円のマットレスよりかは絶対にいいとは言えるんだけど、なんていうのかね、ちょっとこのやっぱ多少沈み込みがあるのかな、あるのか、もしくは自分がそのさっき言った頭と足を間違ってるから、ちょっとそれ間違ってる可能性があるから、今度はこの逆にしてみますけどね、逆にしてみるけど、今度は逆にしてみて確かめるけど、それ間違ってるのか分かんないけど、やっぱ長時間寝るとちょっと腰に来る気がします。まあ別にそれがべらぼうにあこれ間違ったとか返品考えないとなって思うレベルではないんですけどね。ただねこの返品できるっていうのはちょっとミソで、例えばまあこれ、まあ、やるかやらないかちょっとこれ、まあ、このネットとか動画上では言わないけど、例えばなんかもっといいのがあるんじゃないかと思って、例えば送料だけで返金ができるから、まあ、送料いくらになるか知らないけど、だから例えば返品して別のやつを試してみるっていうのも方法としてありっちゃありっすよね。ただその時にあこれの快眠タイムズの方が良かったってまた買い戻した時に、なんかあんまり評価的に相手がこいつまた返品するんじゃないかって思われるのもちょっと嫌だなって思うんですよね。でこれ結構分厚いから、20何ミリとかあるんですよね。いわゆるこの厚みがすごいあって、だからでかいんですよ。でなおかつ自分はあのこのニトリのマットも持ってるから、これ確かね、あのコイルが中にあると結構捨てるのもなんか大変らしいんですよ。捨てるあのいわゆるなんかあの廃棄料金が結構高いらしいんですよね。あもう正直なんだけど、
ニトリのマット欲しい人います？正直自分いらないんだよ。ただね、結局自分の住んでる住所に行って、だ多分これ発送できるのかな、わかんない、発送わかんない、どちらか発送することには自分の現住所がバレるから良くないんだよね。いわゆるこのリスナー、いわゆるお客さんだったらいいけどね、うちのお客さんとだったらまだいいんだけど、いわゆる自分の住んでるところが見ず知らずの人にこうやってなんかバレるのってちょっとあんま良くないかなって気がするから、ちょっとその辺はこの来たお客様限定にするけど、まあもちろん使用済みっていうのもちょっとあれなんだけど、ニトリのマット欲しい人いますかね。だから自分廃棄なんていうのかな、このどっちも使ってないからね、それでかいから、そのニトリのマットにこの快眠タイムズ重ねてるからめっちゃでかいんですよ。別にこのままでは寝れるけどね。ただニトリのマットぶっちゃけいらないっちゃいで、結局使ってないからね。で硬いし、ニトリのマットに直接こうして寝てもやっぱ硬いなって感じがするんで、だから結局使ってないんですよ。だから誰か欲しい人いないかなって、別にタダで差し上げますよ。だっていらないしね。だ捨てる時もお金かかるってのを見たから、このコイルがたくさん入ってて、しかもでかいからね、だ見たから、だったら誰かもらってくんねえかなって思います。ただこのニトリのマット結構でかいんで、まあ、このベッドシングルサイズね、シングルサイズだから、まあ、約、まあ、縦2メートルで横幅がどんぐらいかな、ちょっと横幅わかんないんだけど、どんぐらいだろう、横幅こんぐらいかなこんぐらいかって手でやってもあれなんだけど、ただまあどんぐらいだ、1メートルぐらいわかんない、ちょっとそれ確か普通ベッドのサイズってみんな共通だから、シングルサイズのマットなんだけど、縦2メートルで横なん、まあこれそう、まあ、例えばなんかヤマト便とかの家財なんちゃらみたいなのとか送ってくれる可能性もあるんだけど、まあ可能であれば別にもうその家財便がうちの例えば部屋まで来て運んでくれるんだったら別にいいんだけど、でその梱包とかも自分できないから、このでっかいの梱包できないからさすがにね、だ多少汚れてもいいんだったら、まあ別になんていうの、この自分からこうやって引き出して玄関にこう運んで、それをなんか大和なりが運んでくれるっていうんだったら別に発送業者使ってもいいですけど、欲しい人います？このニトリのマットね、全然リスナーであり、なおかつお客様だったらタダで差し上げますんで、その時声かけてください。で一応まあ一応その条件とか別にタダだからいいんだけど、ただ使用済みだから、例えば汚れとか匂いがついてることに対して、別に匂いっていうか相当悪臭がするとかじゃないんだけど、やっぱりこう自分の体臭は自分で分かんないって言うから、他の人が嗅いだらなんかちょっと音っていう可能性もあるから、一応そうやって言っておくけど、一応汚れてるものだと考えてほしいんだけど、とりあえずそれらがクレーム言わないでねって話で、でなおかつ後からやっぱいいですって言って返品することもなしねって話でね、その商品をもうとりあえずなんていうの、このもうまあどっちでも自分こう出す、このでこんなでっかいって重たいものを出すことになるから、後からやっぱやめたってことはマジなしにしてほしいんだけど、それだけはね本当に守ってください。欲しいって言うんだったら絶対受け取ってくださいねっていう、それだけは守ってくださいねっていう条件で、欲しいって言うんだったら全然差し上げますんで、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで快眠マットレス、快眠タイムズのマットレスいいんじゃないかっていうお話でした。まあこれクーポンが普通に使えて4万5000なんで、多分だけどこの性能、いわゆるこの仕様で4万5000だったら、多分だけど他と比べて一番安くなるんじゃないかなと。この なんだっけこの硬いところと柔らかい層がこのなんていうの、これしっかりできてて、なおかつ分厚くてね、でなおかつ なんつったっけな、その表面が抗菌だったりとか、なんかいろんなそのオプションみたいなのがついてて、その仕様で4万5000だったら安いんじゃないって思う。で送料も無料だしね。で返品に関してはちょっと気をつけ、別にみんな持ってるから分かると思うんで、まあ、みんな持ってるだろうけど、クレジットカードね、クレジットカードで支払いしてかないと、したのみ、クレジットカードで払った人のみが、なんかその返品の受付ができるっていう仕組みみたいなんで、だから買うときはクレジットカード使った方がいいです。ちなみにこれ、一応言っとくけど、案件じゃないですからね、案件じゃないんで、それだけ言っときます。だからそれもあるからね、案件でこの動画出してないよってことは、もう強く言っておきます。もう勘違いする人いるからね。とりあえず、ね、そんな感じなんで、まあ、4万5000で考えたら、まあ、いいもんなんじゃないかなって思いました。でただそもそもさっきも言ったけど、文句言いたいんだけど、ちょっと頭の向きはどこなんだよって話なのとねっていう話です。であと結構でかいんでね、であとめんどくさいのがこれ1ヶ月に1回ぐらいなんかこのなんていうの、ちょっとこの裏側になんか湿気が溜まるから、それをちょっと立ててなんか干さないといけないみたいなのがあるんで、ちょっとめんどくさいと思います。まあ、それやらなかったらどうなるか分かんない、多分カビが、でも一応こうカビみたいにもなってるんだけどね、
ただ湿気が溜まって、まあ、何かしらその中のスポンジとかになんかダメージ与えるのかな、分かんないんだけど、とりあえずそうしてくれって書いてはいるから、メンテナンスって意味ではちょっとめんどくさそうだなって気がします。でそれちょうど1ヶ月くらいになるからそれやんないといけないんだけど、まあ、そのタイミングでまたちょっとひっくり返して、ひっくり返すよ、そのちょっとこの反転させてその頭の向き変えてみるんだけど、もしは寝心地変わるのかなみたいな感じ、変わんなかったらまあ別にどっちでもいいと思うんだけど、するか、じゃ干さないといけないっていうのは 毎月この1回ぐらいはその干して裏側を乾かさないといけないみたいな風に説明書に書いてるんで、やんないといけないよっていうお話でした。じゃあそんな感じで、もしマットレスに困ってて、なおかつまあ自分のさっきももう一回言うけど、身長が180センチ、体重62キロぐらいで考えて、痩せ型って考えたら、まあ比較的いいもんじゃん。だ沈みすぎず、でなおかつだけどかといって、このなんか、このふんわり感っていうか、包み込む感がゼロではないっていうか、まあ、これ以上その包み込み感を増やすんだったら多分他を探した方がいい。だ雲のなんとかみたいなのがそれがいいんじゃないかな。だからその何で迷ったかっていうと、雲のなんとかっていうのはその包み込み感が良くて寝心地がいいって言うんだけど、逆に言うと沈み込みすぎじゃないみたいな感じになってきて、だったらそれ逆に寝てるとこの体に負担がかかって結構またなんか腰が痛いとかどこどこが痛いとかって原因なんじゃないみたいに考えたからこれになったってこともあるんですよね。でも結局、ね、自分が使ってみないと分かんないからね、それ憶測で物言ってますからね、これはね、なんですけど、じゃあそんな感じでこれに関してはまあ返品考えることではないかなと自分は思っております。じゃあそんな感じで、もしなんかマットレスに困ったらこれいいんじゃないかなっていうレビューでした。でさっきも言ったけど、ニトリのマットレス欲しい人はぜひぜひ声かけてください。無料で差し上げますんでよろしくお願いします。じゃあご清聴ありがとうございました。